チやカレーや醤油いるおすすめのアプリ何？俺はアプリで見てない。アプリだと正確なものがわからないのと、ちょっと今 URL 貼るね。マコ、今日はこんにゃく使わないの？こんにゃくはまだ早い。ここはちょっと新規開拓のポイントだから GPS にメモるくらいがちょうどいいな。まだちょっと早い。海天気 .jp だっけ？あ、そう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 、俺はそれ、これが最強だと思っている。これと、天気はウェザーニュース、あとはウィンディ、この3つだね基本は。まああとヤフー天気もあるけど、潮の情報、風の情報だとか、その現地のピンポイント情報はその今貼った URL、 それプラス、まあそれでも天気予報は見れるんだけど、ウェザーニュースのアプリあるじゃん、あれとヤフー天気で、さらに風速もそうだし、なんていうのか、全体的に、そう、風の情報だとか海水温だとかいろいろ見るためには、ウィンディだね。今日ピューレ組なんだよね俺。ピューレ組、その海天気のいいところはポイントがいっぱいあるのよね。なんちゃら海岸、なんちゃら海岸、なんちゃら海岸とかとかさ。そもそも元々ないってあったから太さがわからない。太さが、僕は基本的にはリーダーの方が弱くしている。今は同一だね。今使ってるリーダーが30ポンドの7号カーボナイロンで、なんだろう、13キロの負荷まで耐えられるよってやつだよね。13キロ、ちらちら30ポンドね。で、シグロンの PE1.75 も30ポンドなんだよね、ポンド表記で言うと。だから一緒なんだよ強さが。本来はリーダーの方を弱くして本戦の PE を守るという考え方もあるし、逆の考え方もあるよね。俺は、リーダーの方が弱くする、基本は。でも今は同じにしている。でもおそらく結束部分、スナップのところが一番弱いはずだから、そこが切れるようにしたつもり。つもりね。前の PE の 1.5 号と25ポンドでは、強い順番で言うと 1.5 号、6号のリーダーで、一番弱いのは結び目のスナップに結んでいるところが一番弱かったから、根掛かりしたらそこで切れるようなシステムを作ってたんだ。今回も同じように 1.75 と、大体同じポンド数で揃える人が多そう。1.75 と、リーダーが30ポンド7号で、切れる理想はここ、ここのスナップの結び目で切れたらいいなという希望で今やっている。高切れだけは絶対させないようにしている。あまりにもリーダーを強くしてしまうと、PE が切れるじゃん。で、何か、根掛かりしたフンフンフンってやってる時って、おそらくここが切れるじゃん。引っ張ってるところが。それだけは避けたいから。僕はいつもリーダーの方が弱くしている。今回は実験として同じにしてみた。予測はここ。このスナップの結び目が一番弱いと思うんだ。じゃあそろそろ結び直した方がいいかな、これ。思うんだだよ、まあ、まだわかんない。今日初めてだからね。そのつもりで組んだシステム。オイラの FG ノットは完璧だから、おそらくここの方が弱いはず。フリーノット部分の方が弱いはず。多分ね。多分ね。そうなったらいいな、という願いを込めているところ、今。こんなんやってみんとわからんからね。降りた式は何でも上がると証明されたから。ほんと、なんだっけ、 PR ノットだっけ、簡単だよってそういや昨日言われたな、忘れちゃったよみんな。
簡単な SD モードで堀田さんの貢献は案外大きかった。うん、いや俺の中ではもう引っ掛けてみようか。いやいやいや、 SD ってメインラインの 80% くらいの強度だっけ。それはその人の結びによるから一概には言えないでしょ。もちろんここの結び方もそうだし、スナップとねルアーとの結び方もそうだしさ。だからその数値に惑わされちゃいけないと思うんだよね。私そう思うの。その人の結び目がうまいかどうか、あと使っているラインが使ってるラインがあのナイロンなのかフロロなのか。だからそのパーセントに惑わされちゃいけないよ。それよりも実験した方がいいよね自分で。これは結束強度はなんだっけ。SG ノットは 100% だからうんたらくんたら、えいあれって。ね、でさらに締め付けるときに、PE 部分に熱を持ってそこの強度が落ちるとかもあるしね。だからパーセントに惑わされちゃいけないよ。自分でやってみて、えいって引っ張ってみてどうなるかの方がいいよ。ルグサのノットコンテストだと PR とミッドノットが同一得点だったな。だった？静かに思うとどうに思うでも違うからね。だから自分のっていう結び目にかけるスプレーあるよね。自分の結ぶのが上手かによっても変わる話だからね。人によっては FG ノットがうめえ人。そうだ、俺なんかシグロンがすごい合ってるんだよ。僕の中ではシグロンが。そう、人によってはそう簡単だからすげえ綺麗に編めるぜ。人によっては実はそのね SG ノットよりも FG ノットの方が上手っていう人も絶対いると思うから一概に言えないよね。これ投げるとき FG ノットがガイドに当たって飛距離伸びない真っ暗もする。 FG ノットで別にガイド抜けが悪いと思ったことがないから別に別になぁとしかそう言いようがないんだよ。僕が使ってるロットとか組み合わせが多分大丈夫なんだろうね。まあ人によってはね、使う時は尿紙結びだな。そう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 。ブレネアスみたいにマイクロガイドを使うんだけどもどうしてもリーダーを使いたい、太いラインを使いたいとかね、そういった時はやっぱ大事なのかね結び目。あ、海蛇イラブがいるよ。ニューヨークヤンキースのイラブがいる。毒蛇、黒と白のしましま、かわいい。多分映ってないだろうけど。捕まえて。いや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 。あれはちょっと捕まえちゃいけないやつ。まだお子様？イラブでいいのかな、あいつは。小さい別の種類かな。あ、潜ってった。イラブは最初はマリーンズなんだよな。ああ、やっちまった。あ？いや違うな今のは。尺って。た時にお祭りちゃんなっただけだと思った。いたいた、いないと思ったらいた。かわいい。ちょっといいよ。ちょっと目飛び出しちゃってるか大丈夫か。もう破壊されちゃってて申し訳ないな俺。あ、出た出た、ごめんねごめんね。あ、タコだ。タコいる。タコおるで。せい。停戦と買い物を行ってくる。またね。タコいる。タコタコ。ほい。タコ抱くかお前。しょい。タコいる。タコ。ほいほいほい。メタルジグ君好き。あれがこんにゃくが足りてない。タコ一瞬抱いた。でもこんなんじゃ乗らん。ああ、タコ、タコでかい、タコでかいけど泳いでっちゃった。やっぱいるんだな。この前出会ったおじさんの言ってることは正しかったね。サイズはでかくなるよ。
シーズンオフでも釣れるよって言ってたもんね。どこだったかな、この辺で消えたのは見たんだよな。ちょっともうわからないな。いや、これだな、多分。いや、違うな。エギがあればな、取れてたな。ウニ、違う。ウニ。透き通ってるな。あ、これだな。いたいたいた、多分これだ。多分これ。嫌だな。手で行くのはなんか嫌だな。このタコ。いやー、これかな。これだな。間違いなくこれだ。掴んでみて。いやー、濡れたくなかったけど行くだ。はい、取った。タコでした。ふう。シガヤだ。でかい。わあ、すぐ炭吐いた。ほら、シガヤだこ。お土産ない。腕長隠れダコですね。でかい。タコパだ。タコパだ。ガチで美味しそう。はあ、かわいい。あれでもこれ腕長隠れダコかな。どっちだろうな、これ。違ったら俺逮捕されるんだよな。多分腕長隠れたこのでかいやつだと思うんだけど。名前つけると食えなくなるぞ。どっちかな、ちょっと分かんなくなってきた。逃がすか。じゃあ帰ってたこ焼きパーティーしようぜ。ちょっと自信がないですね、こいつは。ダメだ、俺には分からん。分からんから安牌で逃がすことにします。というわけで逃がすことに一票になりました。ほら、行きなされ。結局逃がした。いやでもな、この感じどっちかな、わかんねえな。擬態が下手くそだもんな。しゃがむと連覇なくなるんだな。まあいいや、とりあえず逃がしておこう。安牌で行こう。よし。島田子だったらダメだからね。バイバイ。よし、帰ろう。カメラどこにつけてるの？カメラはライフジャケット、ゲームベストっていうのが、フローティングベストのショルダーブーム。タイミングが良いので帰りましょうか。いやー、でも良かったね。いつもの北側じゃなくて南側水路にもちゃんとコチがいるし、なんかタコいるし。まあ来て良かったね。じゃあ帰りましょう。